ちょうどこの時期だし、自分が体験した不思議で気味の悪い話。21歳の時だから3年前の夏。確か8月の2週目だった。上京して大学に行っていた俺は、夏休みを利用して実家に里帰りしてた。地元はど田舎で、田んぼばかりが広がる、コンビニすら満足にない場所。何日か経って、近所を散歩していたら幼馴染みに偶然会ったので、暇だったし二人で飲みに行ったんだ。家から自転車で30分くらいかかる川沿いに、小さな飲み屋がポツンと一軒あるから、そこに二人乗りして行って、帰りは飲酒してるし、自転車を押して歩いて帰っていた。帰り際に田んぼの脇の舗装されてない砂利道を歩いていると、幼馴染みが、水神様によろう。と言い出した。水神様っていうのは、まあその名の通りなんだけど、水神を祀ってる小さな神社があるんだ。田園のど真ん中にポツンと一角だけ森見たくなっていて、入り口に古い鳥居がある。実はこの水神社が少し特殊で、禁忌ってほどではないけど、子供の頃は遊びに行ってはいけないとされてたんだ。小学生の頃は正直に守って近づかないようにしてたんだけど、中学に上がると、いたずら心で友達と侵入したことがあった。広さは、学校によくある25メートルのプールとほぼ同じくらいの広さだと思う。入り口に大きな木でできた鳥居があって、剥がれてところどころなくなっている石畳が祠にまで続いている。それ以外は、空も見えないくらい鬱蒼とした木々に覆われている。大人も滅多に入らないから、手入れも全くされてない。だから、中心の祠にまで行くのに、枝とか草を払いのけながら行くしかないんだ。石畳も、雑草をかき分けないと見えないレベル。何回か入ってみたものの、特に何もなかった。強いて言えば、祠の裏手に回って、森と田んぼの境界線にある用水路が異様に綺麗だったくらい。湧き水が湧いていて、そこだけ綺麗な水が流れてたんだ。だからなのか、ホタルの季節になるとたくさんホタルが見れる。で、夜だったし街灯も何もない場所だし、正直気味悪いからあまり気乗りしなかった。一回も行ったことないから入ってみたい。と強く言ってきたので、仕方なく神社に向かうことにした。携帯の明かりを頼りに、鳥居をくぐってから、近くにあった枝で草をかき分けてゆっくり進んでいった。2、3分で祠まで行っても何の感動もなくて、もう帰ろうと言っても、幼馴染みは奥までずんずん進んで行って、例の綺麗な湧き水を見たいと言い出した。しょうがなくついて行って、木々を抜けた瞬間、ものすごい違和感を感じたんだ。まず、空が濃い紺というか紫というか、見たこともないくらいどんよりした色をしている。さっきまでは、夜で月もない真っ暗な空だったのに。そして、台風の時みたいに、雲が異常なスピードで流れてる。風景も何か違う。区画整備で5番の目状に田んぼがあるはずなのに、統一感のない田んぼになっている。昔のぐねぐねと曲がった田んぼなんだ。それに、どこからともなく、というドラみたいな音と、遠くの方で、という音が、結構大きめでずっと鳴っている。ここにいてはいけないと思った俺は、幼馴染みにすぐに帰ろうというも、その不思議な景色に見とれて動かない。すると、祠の方から誰かが近づく音がした。ガサガサと音を立ててこっちへ向かってくるのを、固唾を飲んで待っていると、神主のような格好をした、めちゃくちゃ小さなおじいさんだった。普段見る神主と似たような服装なんだけど、袖の一部がオレンジだったり襟が緑だったりして、妙にカラフルだった。多分150センチもないおじいさんが俺たちを一目見ると、こっちゃに来い。と地元の訛り言葉で叫ぶ。その時は勝手に入ったから、ああ怒られるなぁと思っていた。祠の前まで来ると、さっきまで生い茂っていた草が全くなくて、綺麗になっているのに驚いた。そんな一瞬で綺麗になるはずがないのに不思議がっていると、おじいさんは話し始めた。鉛をそのまま書き起こすと、わけいしら、どっから来ただ?今時期ば水神様に来ちゃいかんでねが。せば、どこんせがれだ?年寄りにどこの人間だと聞かれたら、野望で答えた方がすぐにわかってもらえるような田舎だから、〇〇ですと答えた。すると、そんじゃあ川向こうんとこのか。だけいこったらとこば来ちゃいかん。わけいしは来る場所でねえで。すいません。でもさっきまでここ草ぼうぼうだったんすけど、買ったんすか?と聞くと、
おめえら本当に何も知らねえで、こったらとこ来ちゃいかんで。誰にも言うちゃいかんぞ。誰にも言うちゃいかん。この辺で本格的に気味が悪くなってきたし、幼馴染は泣きそうだしで、帰ろうと思ってた。いいか？誰にも言うちゃいかんぞ、できるな？セバ、本当にここば場所、取ったら言う場所か聞いてねえのか？家族や近所の人、小学校の先生たちからは行くなと言われてたと答えると。どこば場所かしらでか？何場所かしらでか？もう帰れ。セバ、今場所の言葉絶対に誰にも言うちゃいかんぞ。もう絶対来ちゃいかん。祭り場ときもいかん。ちょっとここで引っかかったんだけど、この水神社では祭りなんてない。親父が小さい頃にはあったらしいけど、いつからかその祭りはやらなくなってる。そのことを言うとおじいさんはものすごく驚いて、声にならないといった顔をしてた。神主さんがちょっと考え込んだ後に、お経のようなものを唱え始めて。もう二度とここには来ちゃいけねえ。と言った瞬間、神社の鳥居の前に移動してた。景色も帰っていた時と同じで真っ暗。なんだったんだ今のは？と幼馴染と一緒に怖くなって、家に帰った。親に言おうかと迷ったけど。絶対に言うな。と言われてたので黙っておいた。それから3年後の今年3月、あの地震で実家が心配になったので、無理をしてバイクで実家へ向かった。家族は無事だし近所の人たちもみんな無事だった。けど電気水道が止まってたので、近くの川に水を汲みに行ったんだ。すると幼馴染も来ていて、話をしていると例の神社の話になった。神社の裏の水路の水は綺麗だったね。みたいな話をしていたら、近くにいた近所のおじいさんに。お前ら水神様に行ったのか？と怒鳴られた。随分前に少し行っただけです、と答えると。子供はあそこに行っちゃいかんぞ。神隠しに会うぞ。昔っからあの水神様では子供がいなくなっちまって、カッパが悪さしてるっていう話があんだ。もう5人は消え失せてば、今じゃ誰も近寄らん。おじいさんの話を聞いて正直怖くなった。もし俺らが子供だったらと。5年に一度、水神様の除草作業すんだろ。あれもわしら年寄り連中がやってんだ。だけ言っちゃいかんのよ。地元にはカッパ伝説があって、子供を襲うような話。もしかしたら、あの水神様を祀ってる小さな神社が話の元だと考えると、不思議な気持ちになる。その水神様のあるところ、何県のどこなのかな？気になる。詳しい場所は言えないけど、関東のど田舎だよ。カッパ伝説やら水神信仰が昔からあったりする場所だから、土着信仰とか詳しい人だったら知ってると思う。探せば似たような場所あるかもしれないし、違うかもしれないけど、特徴的に祖父母宅の近くの水神様に似てる。祖父母と一緒に暮らしてないけど、自分も地元は一緒なんで、祖父母に、絶対水神様には行くなと、やっぱり厳しく言われてた。水神様関連で不思議体験はしてないけど、小学生の夏休みになると、水神様の近くの田んぼに家族全員でホタル見に行ってたから、懐かしくなってしまったよ。似たような場所は確かにあるかもね。実際、隣町とかでも少し車で走れば同じような場所はあるし。でも、全く手入れのされてない水神様ってのは見たことないんだよね。震災直後も遠くから見たけど、いつも通りの森っぽい感じだったし。多分今頃は、あの水路でたくさんのホタルが見れると思うと、実家に帰りたくなった。